でございます。リベラルアーツのリベラルはラテン語で開くというんです。新しい時代、新しい世界を開く。企業の方々、地域の方々、大学の関係者、そして卒業生の皆様方のご支援、ご協力のおかげでございます。改めて感謝を申し上げます。これまでの30年を振り返り、成人での今後の高校生あり方を探ることを目的に、今年度は様々な行事を開催してまいりました。今日はその最後ということになります。教養学部枠では20年目の時にもこのような会を開催しております。それから10年が経ちました。この10年を振り返りますと、何といっても東日本大震災での被害ということになります。震災をきっかけに学生と教員が一緒に地域に入り、地域の方々に寄り添い、あるいは寄り添っていただきながら復旧・復興のための活動を始めました。震災が地域とのつながりを強める、本日は誠にありがとうございます。おめでとうございます。大学学長として、心よりお祝い申し上げます。もちろん、教養学部は東学院大学6つの学部の大事なお仲間でありますので、身内のこととはいえ、しかし学長として、非常に感慨深くこの30年の記念式典の折に立ち会って祝わせていただいております。大学なんだろうと、これが大学のまだまだ一部で、本体は仙台の真ん中にあるのか、あるいは高城にもっていう、そういうふうな思いでいるキャンパスを見ておりました。地域との関係においても展開しておられる。特に2011年の大きな震災にの中で、まあ、私着任後聞いたことですけど、土砥と泉との間がなかなか連絡が取れないというので、いろいろな思いが交錯したやりも聞いています。実はおめでとうございました。そしてありがとうございました。我々が学び屋である教養学部創設30周年のおめでたい日に、
このような盛大な祝賀会を開催していただきました水谷学部長先生、本当にありがとうございます。東北学院大学教養学部のさらなる力強い発展と皆様のご健勝を記念して乾杯をしたいと思います。乾杯。それでは皆さん、しばしお考えください。卒業生の皆様、ようこそ。
協力学とともに参入と。そういう意味では、今懐かしい顔を卒業生とお話ししましたけど、皆さん、30周年の記念の時は、今皆さんのご協力を得まして、航空学院大学教養学部30周年の記念でございます、最後に皆様と声を合わせて心を一つにしながら、幕を閉じたいと、この会の幕を閉じたいと思います。どうぞ皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。